メタデータトークンについてあまり聞いたことがなくても大丈夫ですそれでは見てみましょうメタデータトークンはメタデータ表示を操作するための新しく直感的な方法です 全バージョンでは文字列を表示してメタデータまたは写真データを入力するやり方で使い勝手が良くなく多くの人が使いこなせませんでした表示設定はゾナーフォトスタジオ x のサムネイルやプレビュー設定などいくつかの場所にありますサムネイル設定を確認しましょう メタデータと同じように小さな情報を表しますこの情報をどのように表示するかを独自に調整します作成日時と露出データに注意してくださいその横にこれらの設定が各サムネイルの下にどのように表示されるかを確認できます写真の寸法を表示しない場合バックスペースキーを利用してこのトークンを削除し適用をクリックです 個々の写真が撮影された時間はあまり気にせず日付だけにするには写真の作成日の横にある矢印をクリックし別の形式を選択します各サムネイルの下は日付になりましたパラメーターを追加することもできますファイルのサイズと入力し始めるとプログラムはファイルのサイズが目的であるかどうか広報を表示します 別の行に移動しますゾナーフォトスタジオ X は100を超えるメタデータトークンを認識するので入力も簡単ですここでこの三角形を使用してメタデータトークンの編集に切り替え全てのリストを使用できます利用可能なトークンをドラッグアンドドロップでメタデータ表示を構成しこのデータをプレビューすることもできます